僕が電子情報工学科を志望した理由は、多分小学校4年生ぐらいだったと思うんですけど、その友達が日本に初上陸した iPod Touch を購入したんですよ。その友達にちょっとだけ触らせてっていう風にして体験してみたんですけど、もうその時のあの iPod Touch を触った時の僕の感動、もうその斬新なデザインと操作性に鳥肌が立って、僕も将来こんな製品を作れたらなっていう野望を抱きました。で理系を進んで工学部を選んで、で学科はどうしようって悩んでいた時に電子情報工学科が身につきました。電子はハードウェア、情報はソフトウェアということで、このどっちもが学べる学科っていうのが珍しいなと思って阪大の電子情報工学科を選びました。ぶっちゃけ僕は阪大に入って何回かやっぱりしんどいなっていうふうに思ったことはありますね。なんせやっぱ授業が結構ヘビーなので、一つ一つの授業がやっぱり単位取るのがすごいしんどいですけど、まあ、この4年間通じてやっぱり阪大におったおかげでいろんなことを学べたという自覚があるので、総じていい大学生活が送れたなというふうに思っています。今僕が受けている卒業研究なんですけれども、卒業研究では僕は今教育と工学を混ぜたような研究をしています。具体的には工学部に所属しているけれども教育にもすごく興味があって、グループ学習の現場でセンサーを導入して学習者たちにこうセンサーを取り付けるんですよ。でこれをすることによってセンサーデータを得て教育を分析することができると。今までやったら先生一人一人がこの子は今集中している、この子は今寝てるとかっていう情報を一つ一つ分析しないといけなかったんですけど、それを全部機械センサーがやってくれるので圧倒的に効率が良くなると、そういった研究をしています。